有馬元吉は明治時代から昭和初期の実業家。貿易商社有馬洋行の創業者で代表取締役社長。1874年3月、有馬新之助の次男として鹿児島市に生まれる。12歳で父を失い状況、おじに引き取られる。1893年に慶応義塾大学を中退後、この駅兵に志願して日清戦争に従軍。 1895年に除隊。翌年日本銀行に入行して台湾出張所勤務となり、1898年の台湾銀行創立に伴い日銀から移籍した。1901年から台南支店勤務となり、1902年に有馬博行を創業。台湾での政党業の勃興を予見して政党機械の販売を始め、 数年で100万円の利益を上げた。1910年からは、機械の改良により赤島製造も始めた。しかし1911年と1913年の台風被害により、干渉が全滅の被害に遭い、経営が悪化。それを機に一旦資産を整理して、ジャワ島に渡り、事業を立て直した。第一次世界大戦が始まると、その影響により日本国内で鉄の価格が、 高騰していることに目をつけ、鉄材の大量取引で距離を得た。1916年からは、砂糖の輸出を開始した。妻がモルヒネ中毒に苦しんでいたこともあり、1921年には、慶応義塾大学の安倍勝馬教授らによって、行われていた治療法研究に10万円を寄付。その成果もあって1929年に治療薬が完成した。 有馬博之の経営のほかに、有馬記念科学研究所代表、極東製薬代表、東京製党取締役なども務めた。飛吉基地が1919 19年に現大阪府見直しに建てた洋風邸宅に売却は、高橋邸として国の登録有形文化財のほか、見直し都市系関形成建築物に指定されている。ありがとうございます。